平成29年2月10日、阿蘇市小里の花遊びで、第3回阿蘇ジオパークブランド認定審査会が開かれ、最優秀賞に猫だけカレーが選ばれました。この阿蘇ジオパークブランド認定審査会は、地元阿蘇で生産された特産品などで阿蘇ジオパークを PR しようと、5年前から1年おきに開いているもので、この日の認定審査会には、ジオパークを構成する8市町村から、食べ物や陶器など31点が出品されました。審査員は、阿蘇ジオパーク推進協議会の関係者や、情報誌編集者など3人で、出品者から商品の説明を聞きながら、ジオパークとのつながりやユニークさ、価格は適正かなど4項目について審査しました。審査の結果、高森町の一般社団法人が地元産のトマトや野菜などを使って調理した猫だけカレーが最優秀賞に選ばれました。今回のブランド認定商品については、審査を踏まえ、今月下旬に認定証が授与されることになっています。阿蘇ジオパークブランドに認定されると、阿蘇ジオパーク推進協議会のパンフレットに記載されるなど、商品の販売促進につながる特典があり、これまで45点が阿蘇ジオパークブランドとして認定されています。